I feel like and you know, I was playing music in front of musicians. I mean, I, it was, I, I look back at it now and I go like, what the hell was I thinking, you know? A family kind of thing, because we started when we were very young and we grew up together and we uh, lived together and we did everything, you know. Hey guys, it's Yemi from English Food Camp. 皆さんこんにちは、イングリッシュブートキャンプのユミです。えー、今日はですね、英語の上手なロックスターっていうのをちょっとね取り上げてみようかなと思います。で、まあ過去にもね、あの英語の堪能な有名人っていうのでいろんな方を取り上げてきたんですけども、まだ取り上げてない方もいるので、まあその方を取り上げたいのと、あとはまあ日本人では。 に限らず、ロックミュージシャンって、まあ、英語がね、上手い方、ヨーロッパの方とかね、いるので、えー、それも含めて今日は3名ね、ご紹介しようと思っています。えー、ちょっと楽しみに最後まで見ていただければと思います。えー、本題に行く前に、まあ、軽く私のね、プロフィールー、こんな感じになっております。英語業界長いです。発音本ね、出しております。 でこの発音本以外にもですねいろいろとねオンライン講座とかあとはまあ私が直接指導するコーチングのプログラムとかあとは私が監修したプロデュースしたフラミンゴさんがねやっているコーチングプログラムとかいろいろございます興味のある方は下にね概要欄に詳細載せておりますのでそちらからねお問い合わせいただければと思いますではですね今日ね 取り上げるこの英語のうまいロックスターですけれども3名ですねまずはねみやびさんえこの方は日本人の方ですね、えー、最近知ったんですけれども、えー、国連難民高等弁務官事務所の親善大使をされているようですねでこの方は20代の時に l a に3ヶ月ぐらい留学したっていう感じでですねそれまで一切英語とは無縁のね え生活をしてきた方なので、まあ、全然その帰国史上でもなければあこう海外経験があるっていう方でもないです。で、えー、2人目はですねエングウェイ・マムスティンですねもう言わずと知れたギターの王者と言われるインギーですねイングウェイさんです。えー、この方はストックホルムですねスウェーデン出身です。でやっぱり特に海外経験があるわけではないですねこの方もね。えー、それから最後がマークルモンロー ね、ハノイロックスのリードシンガーのマイケルモンドですね。えこの人はヘルシンキ出身、つまりフィンランド出身ですね。全然やっぱりこの方も帰国子女でもなければ海外に住んでた。 えー、英語圏に住んでたというわけではないです。今日取り上げる3人ともですね、幼少期から英語の生活をしてたわけではないけれども、英語が非常に堪能っていうね、えー、方をね3人ねご紹介しますね。まずはみやびさんからいきましょう。ちょっと見てみましょう。彼が英語を喋っているところ。どうぞ。I felt like an, I was playing music in front of musicians.So、uh, that was really great that they don't care if they know my music or not. はいこんな感じでですね非常にねなんか流暢に話してらっしゃいますよねでみやびさんっていうとハリウッド映画にもね日本人の なんか憲兵の役かななんかで出てますよね。なので、まあ、英語を生かして、えー、ミュージシャンだけではなくて、幅広い活躍をされている方です。話し慣れてる英語だっていうのがよくわかりますよね。こう、硬い英語ではなくね、really っていうね、表現って、こ話し言葉なんですね。So that was really great。すごくあのよかったですっていうね。 言い方ですね。The really、ねここも really っていうのを使ってますよね。この監修、オーディエンスの人たちがすごく興奮してくれたってね、really loud とか、I was not able to even hear the monitor in my ear because the crowd was really loud っていうふうに言ってますが、because のこの because,because because because っていうこの reduction、えー、ですね。because ってはっきり言うときの方が少ないんですよね、会話だと。 because とか、be もなくなって kids になったりします。because, because っていうね。こういう reduction とかも普段から英語を話してる方なんだなっていうのがね、このあたりよくわかるかなと思いました。ずっとあの結婚されてから海外に、アメリカに住んでらした時期が長いということで、やはり日常的に英語を話したのかなっていう感じですね。でもやっぱり20代から英語を学び始めて、 でもここら辺までね、いけるっていうね、あの本人の努力によって、まあ、もちろんね、ミュージシャンの方だから、ギタリストだからね、耳がいいっていうのはあると思うんですよね。それは否定できないと思います。普通の人ではないと思います。で私もあの発音矯正ね、アクセントトレーニングっていうのを、まあ、メインでやってるんですけれども、 あの普通の会話もね教えるんですけれどもメインがね発音の発音矯正なんですよ。で私のところにいらっしゃる方っていうのはやっぱり英語をちゃんと正しいアクセントで話したいって話さないといけないって方が多いんですね。まあビジネスのエグゼクティブとかでやっぱりちゃんとしたアクセントで話したいっていう方あとはこういうミュージシャンとかね俳優さんとかで英語で歌わないといけない英語のセリフがある。 または海外でハリウッドとかでオーディションを受けるたいと思っていて英語の,このアクセントを何とかしたいって方がねちょこちょこいらっしゃるんですよやっぱそういう方たちってやっぱりもともと耳がいいのでアクセントを習得するのが早いっていうのはねあると思いますなので、まあ、ロックスターっていうだけでやっぱ一般の人よりは耳がいいっていうのはあると思うんですよね 次ですねこのイングウェイ・マルムスティーンさんですね私この方最初見た時に本当にねお名前がねすごく難しい名前で英語の名前じゃないにもかかわらずあの英語のネイティブだと思ったんですよね昔ねそのぐらいやっぱり英語が流暢な方ですねで、一回じゃあねこのイングウェイさんの英語のところを見ていただきましょうかね Were you attracted to classical music because of the virtuosity and the challenging aspect but, or was that yeah, the heart of it? What it was, was that I felt like, you know, I needed to be more, yeah, like you said, challenged, you know. Because I was a freak. I was a little freak running around, you know. I mean, I, it was, I, I look back at it now and I go, like, what the hell was I thinking, you know? どうですか? 質問してる方は多分この方は英語ネイティブだと思うんですよね。クラシックの音楽の影響を受けたのはなぜですかという質問ですね。それに対して答えてるのがね、What it was, was that I felt like, you know? っていうね。もうこのあたりの喋り方もすごくあのネイティブな感じですよね。I need it to be more like you said challenge, you know? みたいな。you k があんまり入るとよろしくないんですけれども、あの普通の顔してると、この you know っていうのはついね、フィラーワードっていうんですけどね、こういうのね。 意味なくこうあの言葉の間に挟んじゃう言葉ですね。えー、えー、みたいな。でとかね、えー。そんな感じの意味のない言葉なんですけど、まあ、こういうのがね、入ってくるのはあんまり入ると良くないっていうふうに言われてます。あのスピーチとか、あのプレゼンテーションとかの,あの訓練するときにこういうフィラー。 のフィラーワードを入れないように話せるようにならないといけないんですけど、まあ一般的な普通の会話なのでね、あのスピーチじゃないから、あのいいなっていうのはね、やっぱりいいなとか like っていうのはよく入ってくると思います。この方の英語もまあいわゆる本当に普通のアメリカ英語って感じなんですけれども、ロックミュージシャンで非英語ネイティブの方で英語が堪能な方って大抵みんなアメリカ英語ですね。やっぱりロックだからアメリカ英語の方が合うのでそうなるのかなっていう感じがしますね。 でこの I look back at it now and I go like っていうこの and I go like とかっていうのもいわゆるアメリカ英語で言うところのでこんな感じだったんですよっていう時によく使うんですねで昔で若い頃っていうのはこの子供の頃っていうのはもうちょっと変わり者 f フリークっていうね変わり者とかまあアニアというかまあその音楽に没頭してて、まあ、ちょっと変なやつだったっていうねで今思いを返すとその頃っていうのは なんか、一体俺は何考えてたんだろうなと思いますよ。っていうね。I look back at it now.I go like, what the hell was I thinking?What the hell? っていうのは、えー、この The hell って地獄っていう意味ですけれども、これ強調語です、ね。What the hell? で、一体全体って感じです。もう一体何考えてたんだろうなと思いますよ。っていうね。子供の頃ガキの頃っていうのは、みたいなね。<laughs> もうちょっとおかしかったんですよ、俺。みたいな。<laughs> そんな感じのね、言い方をしてますね。 子ども時代そうやって音楽とかギターに夢中になってで今があるっていうような話をしているところですけれども、まあ、非常にナチュラルな英語というかねパッと聞いた時に、まあ、ネ,イヒーネイティブがが話して,るっていいいいるとうううのはほとんど気がつかななレベルだなっていうふうに思います発音特化の英語コーチングプログラム「発音ブートキャンプ」のお知らせです。 20万人の日本人英語学習者をサポートしてきたフラミンゴさんと私、イングリッシュブートキャンプの由美がコラボした4ヶ月間のマンツーマンのコーチングプログラムになりますえ無料カウンセリングをね実施しておりますので興味のある方はぜひ下の概要欄をチェックしてくださいねこっち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  しっ <laughs> お<ー> <laughs> 怒っちゃいました。 北欧の方ってね、英語が堪能な方が多いイメージがありますよね。特にやっぱスウェーデンの人ってなんか英語が話せるイメージがありますね。それに対して次、最後に紹介するマイケル・モンドーは、同じ北欧でもね、フィンランドなんですね。で、フィンランドっていうのは、フィンランド語っていうのは、ちょっとね、他の言語、ヨーロッパの言語とは違っていて、英語とちょっと遠い言語だって言われてます。なので、フィンランドの言葉がネイティブの人、

どううでしょう、ね、もう私も最初にこのマイケルが英語を話してるのを見た時にえ本当になんか英語があのナチュラルなアメリカ英語だなって思ったんですけど彼の英語も、ね、ナチュラルにダーって話してると思うんですけれども最初の、ね「It was a very special band. It was like a family kind of thing as we started.」とっても 特別なバンドだったとね、ハノイ・ロックスの話をしてるんですよね。で、like a family kind of thing って言ってますね。家族のような存在だったと。すごく若い頃にこのバンドを結成したので、お互い一緒にね、バンドをしながら成長して大人になっていった。でな何もかも一緒だったから、家族みたいな感じだったんですっていうね。で、そこには、there's a certain chemistry there って言ってますね。そこには、確かに何らかの chemistry ですね。 化学反応ということですけれどもこのピンとくるものっていう意味ですよね。ケミス m i ーって y によく使いますね。恋愛関係とか人間関係で使います。もうこうケミス t r ーがないとうまくいかないんですよね。あってこの人とは合うなみたいなそういうのがケミス t r ーなんですがまあそうやってバンドをやっててやっぱりそこには特別なケミス t r ーがあったっていうふうに答えてますね。でこうやって見てみると本当に非ネイティブだっていうふうには 気がつかないレベルのアクセントだと思うんですけれども。で実際ではフィンランド語ってどんな言葉かっていうのをね。ちょっとねフィンランドフィンランドのねテレビ番組に出てるね映像があるので。それでねフィンランド語をちょっと見てみましょう。<music> どうですかもう音の感じ全然違いますよねなんかキシキシ言ってるような。でさっきも言いましたように同じ方向でもフィンランドの言葉ってやっぱちょっと独特というか特別なんですよ。で英語話せない人が本当に多いです。で一度私ねあの昔スポーツ通訳をしていた時にたまたま担当したのがフィンランドの選手だったんですね。 フィンランドのコーチとフィンランドの選手っていうこの二人の伝道通訳みたいなのをしたんですけれども驚いたことにほぼ英語がゼロなんです。もうね、イエスの サンキューぐらいしか通じないんですよ。他一切通じないので、もうどうにもできないんですよね。私通訳でついたんですけど。で、おそらくなんですけど、北欧の人だから英語を多少できるだろうっていうふうにみんな思ってて英語の通訳でいいだろうっていうので行ったと思うんですけど。でも、スウェーデンの人とかは確かに、あとデンマークの人とかね、英語話せるんですけど、フィンランドの方は全然話せない。で、後で聞いたのが、やっぱフィンランド語はちょっと特殊な 言語で全然違うっていうね。なので英語を話せる人は少ないっていうふうに聞いたんですね。でもそんな中、このマイケル・モンドーは非常に英語が堪能なので、どこでどうやって学習したのか知りたいなってずっと私はもう何十年もね思い続けてます。でもこの辺りの人たちが私が知る限りすごく英語が堪能、ネイティブ。 のレベルだだななっていう人だなという人う思いました他にもね、たくさんいるんですけれどもで、最近の若いミュージシャンのことを私知らないので、あのどうしてもこの80年代ぐらいの方ばっかり取り上げてて申し訳ないんですが、最近のね、2000年代のこの2010年とか2000年代ですよね、えー、のミュージシャンで、 この人英語を、ヒネイティブだけど、英語上手ですよっていう人がいらっしゃれば、ぜひコメント欄にね、書いていただければと思います。ちょっと見に行きますので、知らないのでね、知りたいなっていうのはあるんですよ。ただね、なんかもうちょっと歳のせいでね、追いつかないんですよね。あーって思ってもすぐ忘れちゃうのでね。なので書いていただけると嬉しいです。まあ、こんな感じでですね、非ネイティブでもね、努力するとここまでのレベルに行けるということなんですね。もちろんね、持って生まれてやっぱりミュージシャンだから耳がいいっていうのはあると思うんですけれども、でも、 ある程度のレベルのところにはどなたでも行けます。ネイティブとわからないぐらいのレベルまで行くっていうのはちょっとなかなか元々の資質もね、あると思うんですけれども、努力によってある程度のところまでは皆さん行けるのでね、そのためにはやっぱりね、トレーニングが必要です。 正しくトレーニングしないとそのレベルにはね、やっぱりいかないんですよ。どうしても音っていうのって自分ではね、自分の音がわかんなかったりするのでね、ちゃんとそれを録音、録画して客観的に見るとか、結構大変なトレーニングっていうのがね、必要となってきます。でもそれを継続的にすることで確実にね、アクセントは変わってきますし、自分のアクセントがね、変わるとリスニングがね、 びっくりするぐらい伸びます。上級の方だと本当にもうすぐ,すぐ聞き取れるようになりますし、中級ぐらいの方でもね、単語は分からないけれども、音が聞き取れるっていうね、状態になるんですよ。子供みたいな感じです。ね。大人が話してる会話って難しいから何言ってるのか分かんないけど、音は聞き取れてるじゃないですか、子供ってね。そのぐらいになるんですね。音は全部わかると。音が聞けるようになると、ものすごくね、 英語の学習が楽しくなります。あとは難しいね、構文とかを慣れていけばいいだけなので。 なので、やっぱりね、この音をやるっていうのをね、ぜひぜひね、英語学習者の方にはやっていただきたいなと思います。で、そういうトレーニングをね、私やってますので、コーチングにね、興味のある方はぜひぜひね、下の概要欄にリンクを貼ってますのでね、お問い合わせいただければと思います。では、今回の動画が面白かった役に立ったという方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。またね、リクエストとかありましたら、この方取り上げてとかっていうのもあればね、下のコメント欄に書いてください。ではまたお会いしましょう。 see ya